黒船が浦賀に参った。我が国への侵略が目的とわしは考えておる。我らは強くなければならん。よって明日東足を取り行う。開国前夜、とある藩で実際に開かれた日本初といわれるマラソン大会。心と体を鍛錬せよ。東足の勝者には望みを聞いて使わす。それ我らは隠密としてのお役目を果たしてゆかねばならぬ。行ってまいる。父上、私が江戸に参ります。江戸に行くことが絶対に許さん。本当に近道なのか。わしを侮るなよ。一着にならないでほしいんです。遠足の走り方知ってるか。彼らはただ走り続けるはずだった。幕府の資格が来るまでは。わしに異を唱える者たちを説得している時間はない。これはただの遠足でございます。ただ一人迫る危機を知った男は。説明しろ。今何が起こっている。仲間のため、愛する者のために立ち上がる。走れ。勝つためではなく、守るために。行くぜ。我が藩に大事が起こっている。死に物狂いで走れ。帰ろう。城に帰るぞ。侍マラソン。